こんにちは、ミッキーです。今回は著名建築家を厳選、東京カフェ11選をご紹介していきます。これまでにもたくさん紹介してきた東京カフェ、実は最近インバウンド需要で人気を集めているのが観光名所としてのカフェ。インスタグラム等の SNS が普及した影響で、海外からの観光客にとっても世界遺産や観光名所を訪れるようにカフェを訪れる人も増えています。その理由の一つにもなっていますのが、世界的建築家の設計した空間。今回は実は知られていない有名設計者の手掛けた建築とそのカフェを中心に代表作とともに振り返っていきます。芸術の秋の一つの楽しみ方として参考にしてください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。さて、まずはじめは言わずと知れた有名建築家丹下健三さんが手掛けましたカフェのご紹介です。まずはじめにこちらの広島平和記念資料館の様子を映しています。こちらが代表作になるんですけども、平和記念公園と合わせて過去の広島特集でもご紹介してますので、ぜひそちらも参考にしてほしいです。他にもフジテレビの本社ビルを手掛けていたりとか、あとは東京都庁を手掛けています。この他にも本当にたくさんの丹下健三さんの設計した建物ありますので、ぜひ公式サイト等から探してみてほしいです。そんな丹下健三さんが手掛けたカフェとして有名なのがこちら、スターバックスコーヒー皇居外苑和田倉噴水公園店でございます。皆さん、皇居を訪れたことはありますでしょうか？私は桜の季節なんかに皇居に訪れて桜を見たりという形でしてるんですけども、意外と皇居に行ったことがないという東京出身の方々も多いのかなといった印象でございます。ご存知かと思いますけれども、皇居はもともと徳川将軍がいた江戸幕府時代の江戸城があった場所でもございますので、そういった歴史的な興味がある方なんかもお勧めできる、そんな場所になっているかなと思っています。ちなみにこちらは和田倉噴水公園レストランというかつての建物を丹下健三さんが設計しておりまして、スターバックスに生まれ変わる際には中川拓馬さんという方が店舗設計を担当したということでございます。先ほどちらっと桜が見れるというようなお話をしたんですけれども、皇居はですね、基本的にこういった桜の見る季節とかに期間限定で開放されるといったイメージでもありますので、今回ご紹介するスターバックスは基本的に入ることができるかと思うんですけれども、その他のスペースはぜひですね、インターネット上の情報を見ていただいた上で訪れていただくと確実かなと思っています。今までにスターバックスコーヒーのコンセプトストア等もご紹介してるんですけども、コンセプトストア以上に楽しめるポイントも実はあったりしますので、スターバックス好きな方はもちろんですけども、そうでない方もこちらのスターバックスはぜひ訪れてほしいなと思っています。都心であることを忘れてしまうほど豊かな木々に囲まれていて、ダイナミックな噴水の姿に心が癒される皇居外苑の和田倉噴水公園に併設しているお店でございます。でこちらの店、なんでそんなにおすすめかと言いますと、まずはこちらのデジタルサイネージですね。このデジタルサイネージで商品を提示することで廃棄物の削減を目指しているということでございまして、それ以外にも使い捨てカップ 75% 削減のためのリユーザブルカップの販売をしていたりというところで、こちらのお店全体として環境に配慮した取り組みを推奨しているグリーナーストアということでございます。さらにグリーナーストア、おそらく世界中にはあるかもしれないんですけれども、日本の中ではこちらが1号店だということでございますので、東京駅だからこそ、こちらの皇居前だからこそ楽しめる極上の空間になっています。で店内自体も他のコンセプトストアと比較しても遜色ないぐらいにこだわりの空間になっていますので、まさにインスタ映えな空間の中で楽しめることができるようなカフェかもしれないです。席の数も比較的多いですし、私の中では結構スターバックスコーヒーって席の数そこそこあるんだけども、どうしてもこうギューッと凝縮された形で割と密な感じになってしまっているところが多いような印象なので、こちらのスターバックスコーヒーは席の間隔も広いですし、広々と各々の空間を楽しむことができるかもしれないです。でさらにこちらのスターバックスコーヒーの場合はテイクアウトされた場合でも、この皇居自体の空間がとても素敵なので、外で飲んでいただいてテイクアウトで楽しんでいただくというのも楽しめるポイントになってますので、こちらはあまりこう訪れても外れがあったりというところのリスクも回避できるかなと思っています。で結構東京駅周辺ということもありますし、丸の内側ということもありますので、平日とかに伺うと
まあ、金融系のビジネスマンの方々がパソコンを開いて仕事をしているのかなといった形でございます。でこちらは店内の内装も含めて非常に環境に配慮したような空間になってますので、今映していますこちらのテーブルも木でデザインされたようなテーブルになっています。さて続いてはもうめちゃくちゃ有名な隈研吾さんの設計をご紹介していきます。こちらは国立競技場になっていまして、東京2020の開催地としても有名かなと思います。あとは埼玉県所沢にあります角川武蔵野ミュージアムですとか、福岡の太宰府天満宮にありますスターバックスコーヒーも隈研吾さんの設計でございます。隈研吾さんに関しましては私大好きな建築家でございますので、過去に特集も組んでいます。もしよかったらそちらの動画も後ほどご覧いただきたいなと思います。そんな中、今回ピックアップしますのは、立川から東京多摩エリアで特に有名なオアシス昭和記念公園。そんな公園を象徴するみんなの原っぱというエリアに、2022年12月に誕生したアーティスティックなカフェがこちら、岡カフェさんでございます。設計を担当したのは、隈研吾さん率いる隈研吾建築都市設計事務所さんでございます。こちら隈研吾さんの建築によく用いられる伝統的な組木格子の外観はまさにアート。使用されている多摩産の木材は、にぎわい施設で目立つ多摩産材推進事業の補助対象事業にも認証されておりまして、森林の循環の推進や目的として都民の木材利用の意識向上にも一役買っています。さらに店内装飾もおしゃれでございまして、お店の中央にございました天井を覆うオブジェ風の照明はコーヒー豆を入れる麻袋で作られているということでございました。さらに岡カフェさんの一つの魅力は公園オリジナルの岡ブレンド、茨城県初の有名ロースターサザコーヒーのプロデュースする本格的なコーヒーになっています。サザコーヒーさんは実は以前の東京駅特集でもご紹介していますので、気になる方はそちらも確認してほしいです。そんなサザコーヒーさんが入っています切手丸の内も、実は隈研吾さんが設計されておりまして、切手という名前から分かります通り郵便をイメージしたような内装になっていますので、ぜひ東京駅に行く機会がありましたらそちらも確認してみてほしいなと思います。さらに店舗前に広がるみんなの原っぱや花畑、そして欅をイメージしたコロンビア、モカ、グアテマラの豆をブレンドしたこだわりのコーヒーを提供してくれます。今回こちらのフルブランチをいただいたんですけれども、10時半オープンの店内では14時まで、かつ50食限定のブランチをいただくことができます。こちらのフルブランチとナポリタンにサラダ、スープ、パン、ドリンクがついたスパゲッティブランチがありまして、お好みの方を頼んでほしいと思います。今映しています通り、追加料金でパンをワッフルに変更することもできますので、ぜひご検討ください。続いては2020年3月新駅高輪ゲートウェイ駅にオープンしましたスターバックスの新コンセプト店をご紹介していきます。 JR 東日本がグローバルゲートウェイ品川をコンセプトに、様々なやってみようを盛り込んだ新駅でスターバックスコーヒーとコラボレーションを実施しました。具体的には多様な働き方にフィットする新たな店舗空間でございます。スマートラウンジを日本初導入し、半個室席など一人使いやビジネス利用のニーズに特化した店舗空間を実現しています。こんな形で一人一人が黙々と勉強や仕事に向き合っている姿が印象的でございます。こんな形で半個室ブースがあったりとか、あとはこの JR 東日本のブース型シェアオフィスステーションブースを初めてスターバックス店内に設置したということでも話題でございました。周りの雑音もシャットアウトできるこのステーションブースはですね、急なリモート会議等にも対応できるところが嬉しいポイントになっています。他にも複数人での打ち合わせなどに利用することを想定したビッグテーブルの設置、またこちらテラス沿いに並ぶパーソナルなスペースを区切ったカウンターテーブルの全席に電源を配置しておりまして、そういったところも嬉しいですし、さらにさらに持ち運び可能なモバイルバッテリーのシェアサービスも取り入れ、まさに至り尽くせりでございます。開店当初は日本初のキャッシュレス特化店舗としてスマートな購買体験を実現し、モバイルオーダー&ペイ専用カウンターを初めて設置したことでも有名になりました。さてそんなスターバックスコーヒーのテラス席から眺めることができますのが、こちら高輪ゲートウェイの駅でございまして、こちらを隈研吾さんが設計しているということでございます。その隈研吾さんが作り上げた高輪ゲートウェイ駅の美しさと調和するように、実は店舗自体もですね、新駅に馴染むような素材、
色合いを採用しまして、シームレスに駅とつながるような店舗デザインと空間に仕上げたということでございます。こちらの店舗、こんな形でスイーツもとても充実していますので、小腹が空いた時なんかに使うこともとてもお勧めできるかなと思っています。高輪ゲートウェイ駅自体がコロナ禍にオープンしたということもありまして、まだまだ訪れたことがない方も多いかと思うんですけども、ぜひこの機会に訪れていただいて、スタバの魅力と一緒に駅の魅力も感じていただければと思っています。さて、続いてご紹介しますのは、世界三大建築家の一人でございますフランク・ロイド・ライトさんの作品でございます。今ご紹介していますソロモン・アール・グッケンハイム美術館というところですとか、タリア線ウエストというところ、そして落水槽というところは、フランク・ロイド・ライトの20世紀建築作品群として世界遺産にも登録されています。そんなフランク・ロイド・ライトさんの建築物として有名なのがこちら、帝国ホテルでございます。今映しています帝国ホテルは新しく生まれ変わった帝国ホテルなんですけども、フランク・ロイド・ライトさんは帝国ホテル2代目本館の設計をしておりまして、通称ライト館と呼ばれております。1890年、海外からの賓客を迎えます日本の迎賓館として誕生した帝国ホテル、今もなお国際交流やビジネスの舞台として様々な人をお出迎えしてくれています。マリリン・モンローやチャップリン、ヘレン・ケラーなど数々の著名人が滞在したホテルとのことで、もちろん有名です。そして帝国ホテルといえば有名なのがロビーの装花、月ごとに制作され、9月は鮮やかな色味が特徴的な毛糸を使用した装花になっていました。こちらの帝国ホテルはホテルウェディングを日本で初めて実施した場所としても歴史に名を刻んでいまして、今ご紹介しました帝国ホテルの装花もぜひとも写真に収めてほしい、そんな空間でございます。20世紀を代表する建築家であるライト氏が2代目本館として完成させたライト館は、今年で開業100年を迎えます。今年で100年という数字からもイメージ湧いた方いらっしゃるかもしれませんけれども、開業レセプション当初に関東大震災に見舞われるハプニングにも耐え、今なお歴史を紡ぐその空間は、現在は愛知県犬山市の明治村にその玄関部分だけが移築され残っているということでございます。さて、そんな帝国ホテルからご紹介していきます。こちらはザ・インペリアル・ラウンジ・アクアさんでございます。こちらは食べログカフェ100名店2021にも選ばれている店舗なので、ぜひとも注目してほしいです。今回アフタヌーンティーセットをいただいたんですけども、アフタヌーンティーセットの注文は予約が必須になりますので、その点ご注意ください。この日は9月1日から10月31日までで開催中のコロネーションアフタヌーンティーをいただきました。5月に執り行われたチャールズ3世国王陛下の戴冠式にちなんだ美しいアフタヌーンティーセットでございます。英国伝統のスコーンから戴冠式ゆかりのスイーツ、ロイヤルファミリーお好みのメニューまでを網羅した英国フェアならではの特別なアフタヌーンティーになっておりまして、一つ一つがどれも絶品でございました。こちらメニュー表になっておりまして、この日に運ばれてきますアフタヌーンティーのセットの説明があったりとか、あとはおかわり自由になっています紅茶の説明がされています。この日も私は4杯ほど紅茶をいただきつつ、アフタヌーンティーを楽しませていただきました。さて、そのコロネーションアフタヌーンティーなんですけども、今回土日祝日に訪れまして、1人9800円からになっていました。また、今回の英国フェアに関しましては、先ほど申し上げました通り、9月1日から10月31日まででございます。さて、まずはじめに感動しますのが、こちらのスペシャルデザート、スティッキートフィープディングでございます。2020年、イギリス人のデザートランキング人気ナンバーワンにもなったスイーツでございまして、デーツを使って蒸したケーキにアイスを乗せまして、バターと蜂蜜、砂糖をベースに作ったトフィーソースをかけて完成する伝統のお菓子になっています。そして3段のスタンドで運ばれてくるアフタヌーンティーセットのご紹介です。まず最上段で映しておりますのはデザートでございます。2段目はスコーン、3段目はセイボリーという惣菜系の軽食になっています。こちら映しておりますのはコロネーションクラウン、ルバーブのボンボンショコラ、レモンと紅茶クリームの蜂蜜シフォンケーキでございます。で、2段目に関しましてはチーズスコーン、フルーツスコーン、プレーンスコーン、そしてかぼちゃの冷製スープでございます。こんな形でスコーンもサクサクでとても美味しかったのと、チーズスコーンが少し変わった形でありながらしょっぱめな雰囲気だったので、そこもとても美味しいポイントだったかなと思ってます。で、3段目にご紹介しますのがセイボリーという段なんですけども、コロネーションキッシュ、冷製ローストビーフのサラダ仕立て、マスタード風味、若鶏のトマトカレー煮込み、チキンティッカマサラ風、
マッシュルームのリゾットコロッケ、ベイクドビーンズ添えでございます。チャールズ皇太子お気に入りのリゾットとのことで、ぜひともタイミングの合う方はお試しいただきたいです。続いてはアメリカ・ニューヨークの建築家ラファエル・ビニョリさんの作品です。今代表的な建築いくつか写しておりまして、一つはブエノスアイレス市銀行でございまして、続いてはスターバックスリザーブロースタリーのニューヨーク店でございます。ちなみにスターバックスリザーブロースタリー東京に関しましては、以前に中目黒編の動画でご紹介してますので、そちらも確認いただきたいです。ラファエル・ビニョリさん、とても有名な建築家なんですけども、残念ながら2023年の3月にこの世を去ってしまっています。世界中にたくさんの有名な建築を作り上げたビニョリさんなんですけども、日本にも一つ著名な建築物があります。それはこちらの東京国際フォーラムでございまして、先日放映されていたドラマトリリオンゲームでも撮影場所として使われていましたね。ちなみにこちらの東京国際フォーラムに関しましては、地下通路を利用することで雨の場合にも濡れずに入っていただくことができますので、そういったところもとてもおすすめなポイントかなと思います。こちらのヤクンカヤトースト以外にもシェイクシャックがあったりとか、ブルックリンロースティングカンパニーがあったりしまして、そちらは以前の動画でもご紹介してますので、気になる方はそちらもチェックしてほしいなと思います。さて、こちらのヤクンカヤトーストさんに関しましては、シンガポールの定番朝食カヤトーストが有名なシンガポールの老舗店でございます。ここ東京国際フォーラムの店舗は2021年6月に誕生したお店でございまして、日本国内だと他には霞が関のお店があるのみで、以前に新宿の店舗をご紹介したんですけども、残念ながらそちらは閉店してしまったようでございました。先ほど老舗店と申し上げたんですけども、実は創業は1944年ということでございます。カヤトーストというのはシンガポールの代表的な朝食メニューでございまして、トーストしたパンでカヤジャムと呼ばれるペーストをサンドしたソウルフードの一種になっています。カヤジャムに関しましては、卵、砂糖、ココナッツミルク、パンダンリーフを使っているということでございました。現地だと温泉卵にトーストを絡めて食べるのが定番だということでございますので、ぜひともそちら試してほしいなと思います。鳥インフルエンザなどの影響による卵不足のため、5月26日現在は卵1つの提供になっていた時でございますので、タイミング次第ではもしかしたら卵1個かもしれませんし、もし卵不足が解消していたら卵2個といった形で従来のメニューをいただくことができるかなと思います。またチキンカレーヌードルやラクサ、スイーツ、アジアンスタイルのサンドイッチなど他のシンガポール料理もいただくことができますので、そちらが気になる方はぜひ試してほしいなと思います。さらにコピーというシンガポール流のコーヒーと合わせていただくことで、より現地感がするかと思います。コピーに関しましては種類がいくつかございまして、コンデンスミルク、いわゆる練乳とエバミルク、無糖練乳を加えるのが基本的な飲み方でございます。ただミルクなし砂糖入りのコピーをエバミルクと砂糖入りのコピーシーも選べますので、それぞれ気になるものを頼んでほしいなと思いました。続いては平田昭久さんの建築物をご紹介します。こちら大田市美術館図書館の様子でございまして、とても開放的な空間が広がっています。こちらは代官山の猿閣という場所でございます。こういった形で商業施設の建築なんかを担当されることが多いのが平田さんです。そして今回ご紹介しますのは、こちらの9アワーズ水道橋というカプセルホテルでございます。水道橋にありますので、東京ドームのコンサートや野球観戦の際にも比較的リーズナブルに泊まれるおしゃれ空間でございます。そんな都心の進化系カプセルホテル9アワーズ水道橋に2019年12月にオープンしたのがこちらのレックコーヒーさんでございます。ちょっと撮影した際の映像が古くなっていますので、その点ご了承いただきたいんですけれども、この辺りの映像もですね、改めて撮りに行きたいなとは思っています。こちらは福岡初の自社焙煎コーヒー店でございまして、実は渋谷編の動画でも渋谷店ご紹介しております。私去年福岡に訪れまして、カフェも10軒以上巡ってるんですけども、残念ながらレックコーヒーさんに訪れるタイミングを取ることができませんでした。なのでまた福岡に行く機会がありましたら、改めてレックコーヒーさんの本場であります福岡のお店を訪れてみたいなと思ってます。こちらの水道橋の店舗、私も利用させていただいてるんですけども、本格的なコーヒー豆を購入することができまして、ご自宅でコーヒーを楽しみたいという方のニーズにも応えられる、そんな空間でございます。今映しております通り、店頭ではコーヒー豆のサンプルがありまして、実際に匂いを嗅ぎながら選定することもできますので、そういった配慮もとても嬉しいなと思います。
また水道橋の駅からもすぐの場所にありますので、例えばライブや野球観戦の前に一息つきたい時にもおすすめかなと思います。こちらはジンジャーシナモンラテいただきました。レッグコーヒーでは専属のシェフパティシエさんがついていまして、焼き菓子も本格的でございますので、ぜひタイミングが合えばそちらも試してほしいです。続いてはロンドンの建築専門家集団ホプキンスアーキテクツの建築物です。こちらはロンドン五輪を機に出来上がりましたリーバレーベロパークという自転車競技場でございます。続いては名門ハーバード大学のスミスキャンパスセンターでございます。こちらもとても開放的で芸術的な空間ですね。そしてこちらは WWF という世界自然保護基金の UK's Living Planet Center、 つまりイギリス支社の巨大施設になっています。そんな大型で芸術的な建築物を作るのが得意なホプキンスアーキテクツが作った日本の建築物で有名なのが新丸の内ビルディングでございます。そんな新丸ビルから2023年4月にリニューアルオープンしました丸の内ハウスをご紹介しています。新丸ビルの7階にあるエリアでございまして、街のゲストハウスをテーマにした個性豊かなレストラン、バーでゆったりとお食事やフロア内をはしごして楽しめる飲食エリアでございます。商業施設初出店を含む新規5店舗が一斉にオープンしております。今映しておりましたのは寿司&バー藤郎さんというお店でございまして、本格的な江戸前寿司を楽しむことができる空間でございます。でこちらで今映していますのはモーレタケリアイバルというところでございまして、メキシカン料理を楽しめるそんなお店でございます。こちらはラブフィッシュ東京というところで、こちらも新オープンでございます。またこちらはモーヘジというお店でございまして、もんじゃ焼きのお店でございます。150年続く老舗魚問屋の直営店でございまして、本場月島でも連日行列が絶えない月島もんじゃモーヘジによる新ブランドだということでございます。ということで新規オープンした5店舗のうち4店舗をご紹介させていただきました。ちなみにこの丸の内ハウスの空間の中では外のテラス席がございまして、こちらが先ほど申し上げました通りフロア内をはしごして楽しめる飲食フロアの一つのエリアになっています。さらに新規オープンのうち一つまだご紹介できてないんですけども、そちらはココヘッドカフェというところでございまして、この後ご紹介させていただきますので、ぜひ楽しみにしていただければといったところです。でこちらのテラス席に関しましても、コロナ禍において特に需要の高まりを見せたエリアでございまして、ゾーンごとに様々な過ごし方を楽しめるような空間へとリニューアルしたということでございます。まさに大人の社交場へと生まれ変わっておりまして、まあ、特に20代前半の若い方々は恵比寿横丁とか新宿の歌舞伎町に新しくオープンしたエリアとか、あとは渋谷の宮下パークなんかもとても楽しめる空間かと思うんですけども、まあ、なんとなくその20代のガヤガヤとしたイメージにはちょっと向かないかなといった30を超えてきた大人の男性女性なんかは、まあ、こういった空間の方がかえって居心地がいいかなと思います。価格帯としては少し上がってしまうかと思うんですけども、まあ、だからこそ落ち着いた雰囲気でありながらもちょっと賑やかな、そんな空間になっているのかなと思っています。先ほどからご紹介しています丸の内ハウス、そのうち新店舗としてオープンした5店舗のうち最後の一つはこちらのココヘッドカフェさんでございます。こちらは日本初上陸となるハワイで大人気のカフェでございまして、現地ホノルルでも早朝から行列が絶えない超人気店でございます。ハワイホノルルのオープンは2014年でございまして、アジアンテイストのハワイアン料理を得意としています。ニューヨーク出身のオーナーシェフの方は世界各国の有名レストランで経験を積んだ実力者、アメリカの料理番組トップシェフの出演やハワイアン航空の機内食の監修など様々な実績を積み上げてきています。丸の内ハウスの店舗でも現地の看板メニューをはじめ多数のメニューをラインナップしています。またこういった開放的な空間でもございますので、そこも一つの魅力になっているかなと思います。ここでは少し注目のメニューをいくつかご紹介していくんですけども、まずはベーコンとアイスクリームを乗せて甘じょっぱさが癖になるコーンフレークフレンチトースト、続いてはハワイアンフードロコモコをアレンジしたココモコ、ラスクにマカデミアナッツ入りのヨーグルトとフルーツを乗せたブレックファーストブルスケッタ、いずれもここでこそ楽しめる絶品メニューだということでございますので、気になった方はぜひ注文してほしいなと思います。
他にもこういった形でドリンクメニューが非常に豊富でございますので、まさにこの大人な丸の内ハウスという空間でお好みのお酒を頼んでいただいて、ちょっとハワイアンなお食事をしながら楽しむというのも一つのおすすめかなと感じています。バーテンダーの方に相談していただきますと、お好みのお酒を一つ一つオーダーメイドで作ってくれますので、そこもとても体験型っぽくて嬉しい部分なのかなと個人的には感じています。そんな中、この日にいただきましたのはポケ丼でございます。こちらは11時から15時までの限定のランチメニューになっていまして、新鮮な魚介を使った絶品メニューになっていました。そして15時からのカフェタイムには、カフェメニューとしてのスイーツはもちろん、サラダメニューも非常に充実していましたので、まさにココヘッドカフェというカフェ利用でもとてもおすすめできるような空間だったかなと思います。さて、もう一軒だけ東京ミッドタウン日比谷をご紹介します。こちらもホプキンスアーキテクツが手掛けている建物でございまして、たくさんの注目店舗が入居しております。こちら日比谷ミッドタウンは、かつて日比谷にあった6名館からインスピレーションを受けているということでございまして、舞踏会で男性と女性がダンスするをイメージとしたデザインだということでございます。さらに日比谷といえば、隣にあります日比谷公園を思い浮かべる方もいるかと思うんですけれども、日比谷公園の緑との連続性や眺望を生かす計画を採用しているということでございまして、こだわり抜いた空間になっているかなと思います。その中、日比谷ミッドタウンでご紹介したいのはこちらのジャン・フランソワというところでございます。こちらは日比谷ミッドタウンの1階にあります日比谷フードホールというところにあるお店なんですけれども、以前に有楽町日比谷編でご紹介させていただきました日比谷焙煎コーヒーの近くにあるお店になっています。もちろん今映しています通り、イートインで楽しむこともできるんですけども、テイクアウトでパンをいただくこともできますので、幅広い楽しみ方ができるような場所になっています。さらにですね、このパンを買っていただいた上で、こちらでコーヒーメニューを頼んでいただくのもいいですし、今さっき申し上げました日比谷焙煎コーヒーで本格的なコーヒーを味わうというところもお勧めできるかなと思いますので、ぜひ有楽町日比谷等にお勧めの方に関しましては、そういった活用方法もご検討いただければと思います。日比谷ミッドタウンと言いますと、東宝シネマがあることでも有名かと思いますので、例えば映画館でチケットを購入いただいて、その時間を潰すときにもぜひこちら参考にしていただければというところでございます。こちらはフランス最優秀料理人賞受賞のシェフでございますジャン・フランソワ・ルメルシエという方の技術と精神を受け継いだベーカリー&カフェになっていまして、工房一体型の店内で焼き上げました常時なんと50種類以上の芳醇な香りのある出来たてのパンをいただくことができるお店になっています。パンは素材が持つ風味を最大限に生かすために、フランス産をはじめそれぞれのパンに合う様々な産地の小麦や使用食材を厳選しているということでございます。ベーカリーでございますので、テイクアウトがメインなのかなと思ってましたけれども、先ほど映していました通りカフェスペースがそこそこ広いところも嬉しいポイントになっています。そして注目ポイントの一つがお得なモーニングセットになっていまして、オープンが9時そして11時までの時間限定になっているんですけれども、税込み583円で本格クロワッサンとコーヒーがいただけるのはとても高コスパだなというふうに感じています。さらにクロックメッシュセットやキッシュセットなど、モーニングとしては他の選択肢も用意されていますので、そういった部分も嬉しい部分ですし、ぜひそちらが気になる方はそちらも試してほしいなと思っています。こちらこの日いただきましたモーニングのクロワッサンセット、そしてちょっと個人的には少し気になっていましたのでメロンパンも合わせていただくことにしました。このクロワッサンなんですけども、ちょっと特徴的な形かなと思うかと思うんですけども、このクロワッサン自体もとてもサクサクとした生地が特徴的でございまして、一般的な三日月型のクロワッサンとはまた違った味わいを感じることができるかと思いますので、ぜひ試してほしいです。またこちらコーヒーも結構美味しかったので、まあ、先ほど着の日比谷焙煎コーヒーもいいよというふうにお勧めしたんですけども、まあ、こちらも十分に美味しいコーヒーが味わえるなと感じることができました。続いては中村博史さんという建築家の作品でございます。今映していましたのはリボンチャペルでございまして、こちらは東急プラザ表参道原宿、そして東京国際空港国内線第2旅客ターミナルの増築棟をご紹介していますけれども、この形で日本の有名な建築物に携わっている方でございます。その中、今回ご紹介しますのはこちら代官山からモンキーカフェ DKY というところでございます。早速お店の外観がインパクトがあってとても素敵なイメージかと思うんですけども、こちらは猿楽古代住居跡公園に面した緑の中のこの十二角形の建物双方コーナーにありますモンキーカフェだということでございます。お店は内装外装を含めましてめちゃくちゃ
おしゃれで建築の造形も深いようなお店になってますので、ぜひ建築物が好きな方ですとかインテリアデザインなどが好きな方も訪れてほしいようなお店になっています。こちらの店ではハンドドリップで1杯ずつ丁寧に入れられたスペシャルティーコーヒーと併設するモンキーギャラリーがおすすめになっています。今左手で写していましたのがモンキーギャラリーになっていまして、さまざまなアーティストの作品を見ることができます。こちらの店ではワークショップやアートイベントの開催もあるということでございますので、先ほど申し上げたように建築物に興味がある方だけではなくて美術学校の学生などをはじめ全てのアーティストの方々が楽しめるような空間になっているかなと思っています。私も美術館とか結構好きでいろんな作品を見に行ったりするんですけども、この代官山という土地でカフェやフードメニューだけじゃなくてそういったところも楽しめるというのがこのお店のポイントになっています。代官山という土地自体はとても都会なんですけれども、外はたくさんの緑に覆われていまして、テラス席もあったりというところで、そういった開放的な空間もおすすめなポイントになっています。あとは先ほど映していたような螺旋階段をはじめお店の至るところにこだわりが詰まっているので、そのあたりも注目していただいてお気に入りのアングルでお店の様子とかを撮っていただければなと思っています。でこちらでは本格コーヒーで有名な堀口コーヒーさんのコーヒーをいただけますので、コーヒーが好きな方、コーヒーにこだわりがある方なんかもおすすめですし、でカフェの提供等もあります。さらに今回いただいたようにチャイの提供なんかもありますので、コーヒーのカフェインが苦手だという方にもおすすめできるような空間になっています。あとはアマオーのジェラートと塩キャラメルのジェラートをいただくことにしました。こちらもコーヒーとのペアリングを考えることもできますので、そういった部分も一緒に楽しんでほしいなと思ってます。ぜひおしゃれな空間の中でスイーツと本格コーヒー楽しんでみてください。続いては谷尻誠さんという建築家をご紹介していきます。こちらはモルテンザボックスというモルテンのテクニカルセンターでございます。続いてこちらはチャットツールとして有名なスラックの東京オフィスでございます。そしてこちらは以前に長野編でご紹介させていただきました松本十条なんですけども、こちらも谷尻さんが設計されたということでございます。そんな谷尻さんが設計された東京都内の有名な場所がこちら宮下パークのホテルエリアシーケンス宮下パークに併設されていますカフェでございます。こちらはバレーパークスタンドというカフェでございまして、宮下パークのオープンとともに常に注目を集めてきた空間でございます。今映しております通り、おしゃれさと訪れやすさを兼ね備えた空間になっています。お店の注意点としましては、完全キャッシュレスになっていますので現金は利用不可能でございます。ただかえってキャッシュレス派の若者や外国人に特に人気な空間になっています。このおしゃれ空間もさることながら、注目すべきはフードやドリンクのクオリティでございます。ボリューム満点のピタサンドやオリジナルブレンドのコーヒー豆を使用したカフェラテ、話題の自家製焼き菓子など想像以上に美味しいメニューを気軽に楽しむことができます。またコーヒー以外にもアルコール類も充実していまして、オリジナルのカクテルとかクラフトビールとかも味わうことができますので、昼間のカフェタイムはもちろん、ディナーの後にバー利用としても活用いただけます。ちなみに営業時間は10時までになっていますので、カフェにしてはちょっと遅めかなとも思います。今映していますのが魅力的な焼き菓子の数々でございまして、この日は昼に訪れていますのでたくさん種類があるんですけども、時間が夜になっていくにつれて種類も減っていきますので、幅広い選択肢の中から選びたいという方に関しましては、なるべく早めに訪れていただくのがおすすめかなといったところです。ちなみに手元にはオブゴベーカーのクッキーなんかも販売されていまして、オブゴベーカーに関しましては過去に日本橋の店舗をご紹介していますので、気になる方はそちらもチェックしていただきたいです。さらにバレーパークスタンドさんおよびこちらのシーケンス宮下パークさん自体がブランドとしてもとてもおしゃれでございまして、シーケンスオリジナルのグッズとかバレーパークスタンドオリジナルグッズも販売されていますので、旅のお土産としても買っていただけるようなそんな空間になっているかなと思いました。例えばトートバッグなんかも売られていまして、1000円ちょっとでいただくことができますので、買い物をたくさんしてバッグに困ったなという方だけども、使い捨てじゃなくて日常使いもしたいというバッグを探されている方は、こちらで買っていただくというのも一つの選択肢かなと思います。バレーパークスタンドさんのグラスに関しましては結構サイズも大きいので、家でビールを飲まれる方なんかでもおすすめできるかなと思いますし、先ほどコーヒーが美味しいと申し上げましたけども、紅茶の販売なんかもされていますので、そこも注目すべきポイントかなと思っています。まさに朝昼は開放的なカフェでありながら、夜はバーにスイッチしつつグッズも楽しめるような、そんなおすすめな空間でございます。またテイクアウトもできまして、もちろん宮下パークの屋上で楽しむこともできますので、店内が混み合っている際にはそちらも一つの選択肢になるかなと思いました。そしてこの日いただきましたのはほうじ茶のラテと抹茶ラテのアイス、そしてバスクチーズケーキでございます。
バレーパークスタンド3自体のグラスがとてもおしゃれでございますので、写真映えには抜群かなと思います。あとはバスクチーズケーキですね。ぎっしりとチーズが詰まっていまして、食べ応えも抜群でございますので、お腹が空いてスイーツタイムに楽しみたいという方には特にお勧めできるような、そんな空間かなと思っています。そして最後は加藤正樹さんという建築家の方のご紹介なんですけれども、その加藤さんが書かれたカフェの空間学という本が私とても気に入っておりまして、今回の特集に加え、さらにカフェが好きになるような本になってますので、もし気になった方がいらっしゃれば、ぜひともそちらも確認してほしいです。そんな加藤さんが設計した店舗として有名なのは、こちらのダンデライオンチョコレートファクトリー&カフェ、蔵前というところでございます。こちら2010年にサンフランシスコで創業したダンデライオンチョコレートの海外1号店でございます。この日は平日の昼間に訪れていまして、とても空いているような印象を持つかと思うんですけども、土日はとても混んでおりまして、先ほど入り口で映していました公園のあたりまでずらーっと行列が並びますので、もし時間を調整できる方に関しましては、晴れた日の平日の昼間に訪れるのがとてもおすすめでございます。ダンデライオンチョコレートはシングルオリジンのカカオ豆の買い付けから選別、ロースティング、マサイ、テンパリング、成形、包装まで全て自分たちの手で行い、チョコレートを作っているビーントゥーバーの思想を大切にしたお店でございます。ここ蔵前の店舗は1階は今映しております通りチョコレートファクトリーとスタンドになっていまして、後で映しますけれども2階はカフェとワークショップスペースを併設したファクトリーになっています。また建築の造形美としてもとても素敵な空間になっていますので、そのあたりもぜひ注目していただいて写真等に収めてほしいなと思います。さらに今映しています通りチョコレートのパッケージもとてもおしゃれで素敵になっていますので、ぜひ東京のお土産等で参考にされたい方に関しましては、こちらで買っていただくというのもとてもおすすめかなと思います。ちょっと季節的にはずれてしまうんですけれども、例えばバレンタインデーとかホワイトデーの贈り物としてもおすすめできるかなと思いますし、またこちらもずれてしまってるんですけども、父の日や母の日にもおすすめだったかなと感じています。なのでこれからのタイミングですと、クリスマスプレゼントですとか、誕生日のプレゼントにもおすすめできるかなと思いますので、ぜひ確認していただいて、訪れた際には気になるメニューをチェックしてほしいなと思います。1階では製造工程を間近に見ることもできますので、そういった過程を見るだけでも楽しめるような空間ですよね。そしてこちらが2階の様子になっていまして、席の数は比較的多いかなと思います。広々とスペースを取っていますので、個人的にはスターバックスの店舗などは隣の席との距離が近くて、なかなか落ち着いて過ごすことができないなという方も多いかと思うんですけども、こちらはとてもゆったりしてますので、その辺もおすすめかなと思います。で、チョコレートという名前だからこそ、スイーツ系が注目かなとも思うんですけども、ダンデライオンチョコレートさんはドリンクに関しましても注目でございます。すべて世界各地の農園から仕入れたカカオ豆で作ったシングルオリジンのチョコレートを使用しておりまして、雑味のないカカオ本来の味わいを存分に味わえるようなメニューになっています。チョコレートドリンクもおすすめでございますけれども、コーヒーも本格派でございます。コーヒーはシドニー初の自家焙煎コーヒー店、シングルオーのコーヒー豆を使っているということでございまして、シングルオー浜町というお店を私の日本橋編の動画でもご紹介してますので、気になる方はそちらも注目してほしいです。またこちらで提供されているメニューに関しましては、オーダーをするカウンターでもこんな形で展示されていまして、見た目からも美しい様子を眺めながら注文前からワクワクできるようなスペースになっていますので、このあたりもぜひ注目してほしいです。その中でこの日いただきましたのは、蔵前限定の蔵前ホットチョコレートとスモアというものでございます。スモアは今左手の前に映していますメニューでございます。蔵前ホットチョコレートというものに関しましては、中村ティーライフストアの静岡県産無農薬有機栽培のほうじ茶で香り付けしたドリンクでございまして、今映していますようにアイスでもいただくことができます。そして個人的にもずっと気になっていましたスモアがこちらになっていまして、スパイシーなサブレ生地の上にチョコレートを流し込んだ大きなマシュマロを乗せまして、岩塩をトッピングした一品になっています。キャンプファイヤーでマシュマロを炙るように、注文ごとにバーナーで炙り出来たてを提供したいという思いから、この独特な形にたどり着いたということでございます。このマシュマロに関しましても自家製で作られる絶品になっていますので、ぜひ訪れた際には一つでもいいのでお試しいただきたいと思います。ちなみに先ほど映像でも映していましたけれども、タイミング合えば1回でもこのスマを作っている様子を眺めることができますので、その辺も注目かなというところです。
以上、今回は著名建築家を厳選、東京カフェ11選としてご紹介いたしました。普段のカフェ紹介とは少し角度を変えまして、建築家の方にスポットを当てた企画になっていたんですけれども、フードやドリンク以外にもこういった楽しみ方があるんだなというふうに感じていただきますと、日常も少し豊かになるかなと思います。今回は東京に絞ってご紹介していますけれども、もちろん地方に行った際にもたくさん魅力的なカフェがございます。むしろ地方の方がその土地らしさを生かしたりですとか、さらに広い空間を生かした設計があったりというところで、素敵な建築物たくさんありますので、私も日本全国そして世界を巡る中でたくさんのカフェ今後も探していきつつ、機会がありましたらこういった形でご紹介できればと思います。個人的な感想ですけれども、最近は東急グループの建てる建物がとても美しいなと思っていまして、勢いもすごいなと思っています。皆さんも気になる建築物ありましたら、ぜひその建築家の方も探してみてください。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。